LM-2008 はかつてロシア連邦のサンクトペテルブルクに存在した輸送用機器メーカーのペテルブルク路面電車機械工場が製造した路面電車車両。バリアフリーに対応した部分超低小電車で71から153という形式番号も有している。ペテルブルク路面電車機械工場では2006年に 量産が始まった2車体連接車の LVS-2005 を皮切りに、車内の床面高さの一部を低くし、バリアフリーに対応させた、部分超低小電車の展開に着手した。その中で、LM-2008 は一両での運転が可能な、ボギー車として設計された形式である。ループ線が存在する路線での運行に適した、カッター運転台の車両で、 右側面4箇所にプラグドア方式の上降扉を有し、そのうち中央の2箇所は床上高さ 350mm の低床部分に設置されている。この低床部分は車内全体の40%を占めており、幅が広い上降扉を含めてベビーカーや車椅子利用客の利用に適した構造となっている。一方、 車内全体の60%はステップを介する必要がある高床部分となっているが、ボナトランスが製造を手掛けた二段サスペンションや男性車輪を備えた動力台車を用いることで、旧来の路面電車から床上高さを 750mm に抑えている。車体の外反はポリマー材料によって作られており、多湿な環境下でも腐食を抑え車体の耐久性が 向上している。各台車には2機の誘導電動機やディスクブレーキが備わっている。制動装置としては回生ブレーキのほか、非常用の電磁吸着ブレーキが搭載されている。車内照明には蛍光灯が用いられ、暖房、換気機能を搭載した空調装置が備わっている一方、運転室には冷暖房双方に対応した空調装置が独自に設置されている。また 車内外には安全対策として監視カメラが設置されているほか、乗降扉にも挟み込み防止対策が施されている。2008年に認可が下りたことで同年から製造が開始され、サンクトペテルブルク支電をはじめ、ロシア連邦やウクライナ各都市へ向けての展開が行われた。基本形式である71から153に加えて、 総括制御による連結運転が可能な機器を備えた71から153.3も展開され、2010年にモスクワ市電向けに21両が製造された。だが、需要減少や資金難により2012年をもって製造は中断し、翌2013年には製造元のペテルブルク路面電車機械工場自体が倒産した。その影響で、 保守や予備部品確保が困難になったことからモスクワに導入された車両については営業運転から離脱し、一両を除いて2018年以降、ニジニノブゴロドやウリアノフスクへの譲渡が行われている。以下に示す都市及び導入車両数は、この譲渡分を除いた製造当初のものである。ありがとうございます。